マキシュクレバーこと、マキシミリアン・クレバーは、ドイツ・バイエルン州ビュルツブルグ出身のバスケットボール選手、NBA のナラス・マーベリックスに所属している。ポジションは、パワーフォワード。2009年に、地元の S ・オリバー・ビュルツブルグのユースチームに入団し、2011から12、シーズンにトップチームデビュー。プロ1年目は、平均9.9得点6.7リバウンドを記録。 その後チームの中心選手に成長したクレバーは2014年の NBA ドラフトにエントリーするも指名外に終わった。2014年夏、リーガーク部のオブラロイド CAB と契約。2014から15シーズンは平均11.5得点6.5リバウンドの好成績を残した。2015年7月、BBL の競合バイエルミュンヘンと契約。 2016から17シーズンは、ユーロカップで活躍するなど、飛躍的なシーズンを送った。2017年7月13日、東京の大先輩ダーク・ノビツキーが所属する、ダラス・マーベリックスと契約し、念願の NBA 入りが実現した。2014年より、ドイツ代表に招集され、以降中心選手として活躍している。ありがとうございます。